入試算数、ひらめいたらスカッとする面積の良問、おまけ問題付きです。では始めましょう。半径13センチの半円の中に2つの長方形があります。色部分の長方形の面積を求めてください。では解説をします。上図で OH イコール 13-1 で12センチです。ここで2点 OG を結ぶとき、半径より OG イコール13センチなので、三角形 OGH は5センチ12センチ13センチの直角三角形です。また2点 OD を結び、点 O から AD に垂線 OI を下ろすと、半径より OD イコール13センチ、OI イコール7たす5で12センチです。よって三角形 OGF と三角形 ODI は合同であるから、DI イコール GF イコール5センチ。図形の対称性により、AI イコール DI イコール5センチより、求める色部分の面積は上のようになり、70平方センチメートルが正解となります。おまけ問題です。図のように形も大きさも同じ3つの長方形を並べました。この長方形1つの面積は何平方センチメートルですか？この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。